はい、エキスたっぷり。さあ、ここに集まっている。いけ。ほら、えい。はいさい。はいさい。今日はですね、はい。依頼メールですね。はい。依頼メール。はい。餌取りを何とかしてほしいっていう。依頼メール。餌取りとは、はい、餌取りっていうのは、うん、本命の魚を例えば浮かせ釣りで狙っていても、はい、その餌取りが邪魔をして、はい、大きい魚に餌が行く前に、うん、餌取りに食われると、はい、あ、ちっちゃい魚が邪魔する、ね、邪魔そうっすね、単純に、はい、まあ、浮かせ釣りで言ったら親ビッチャーとかおじさん、うん、はい、依頼者がこれだったら効くんじゃないかっていうのがあって、魚が苦手と言われている柑橘系、はい、みかんとか、はい、うん、そういうやつなんか苦手らしいんですよ、はい、けど、大きいのってそもそもそれ気にしないんじゃないかとか、うん、で、あともう一つ、これびっくりしたのが、うん、激辛、激辛、激辛、確かに人も嫌すからね、人も嫌じゃないですか。辛さって人間でいうと痛みなんですよ、はい、うん、魚に痛覚があるかどうかはまだちょっと議論中で分からないらしいんですけど、はい、大きい魚って、はい、そもそも小魚とかまあまあこのぐらい大きめの魚をそのままひれごと食うじゃないですか、はい、だから痛みに強いんじゃないかと、はいはいはい、確かに、ちっちゃい魚は、うん、そういうのってないから、うん、そういう痛みとか辛いのとか苦手じゃない、はい、だから今回この餌取り対策を大成探偵団で検証してほしいと、はい、うん、これが検証できたらなんか釣りの大会とかでも活かせそうです、はい、確かに今回、はい、ものすごい激辛のやつ用意しております。激辛、はいはい、これ僕たちが食べるとかではないですよね。僕らは魚が食べていいものかどうか僕らも体を張って検証っすね。いやな。ちなみになんですけど、はい、俺たちそれ見たことはあります。あると思います。あるんだ。食ったことは、はい、俺はないですね僕はないんですけど、じゃあちょっと楽しみだね。でも、はい、まず、はい、巻き餌ですね。うん、本命と餌取り分けれたらすごいっすよね。そうだから1回はまず普通の巻き餌で餌取りをバーって呼んで、うん、そっから大物が来るじゃないですか、大きいのが、うん、大きいのがあそろそろ来たんじゃないかと思ったら切り替える切り替える。ああ、なるほど。あ、柑橘代表格、はい、みかん、みかん、そう、みかん、ありったけのみかんを、あるだけのみかんをかき集めって感じですね、うん、あー美味しいみかんだ。大変なんだよ。これ何これ、みかん。あー手っ取り早い、手っ取り早いやつ。あ、いいいいいい。あ、これだったら潰しやすそう。匂いしていいですか。うん、うわ、めっちゃみかん、めっちゃみかん。今スタンダードのやつ使ってます、はい、マルキューの V9 に爆寄せグレっていうやつをつけてます。続きまして最終兵器ですね。最終兵器こちら、何激辛ファイナル。罰ゲームで見たやつじゃないですか、うん、これめっちゃ辛いらしくて、うん、もう鬼らしい。怖っ、待って待って、食えない、怖くて食えない。やばい、顔がめっちゃ怖くなって、死に赤い、死に赤い顔、やばい。太陽、太陽、太陽、いただきます。お、笑い通り越し引いてるんだけど、泣いてる。ちょっと食べてみれば、俺は絶対やらんけど。モーリー死にますかって、やばあ、やばっ、辛っ。汗の量やばくない、やばっ。サウナ、サウナ行った、うん、これぞ本物の辛さだよと、食わない方がいいんじゃないかって、これはっていうぐらい、これは相当辛いっていうぐらい。これ何かって注意書きがね、ほんとガチなやつだからね、うん、こいつを今回おまけに入れます。やばっ、これ大丈夫かな。びっくりしない、うん、でも逆に言うと、はい、辛味って食欲そそるっていうパティもあるやし。あ、確かに。パクって一回食ってさ、はい、うまっ、パク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 、さらに増える。
相関性もなくはない、ね、可能性もあるかもしれない。つい食べたらびっくりだね。はい、危険なやつが見た。まず水でやります、うん、はい、本来お湯なんですけど、うん、今回うちにそんなものはないよと、うん、けど水でも、はい、このインスタントラーメンって作れるので。あ、そうなんだ。はい、15分だったり20分、あ、ものによっては30分40分かかるのもあるんですけど、はいはい、あの災害の時とかってお湯ないじゃないですか、うんうん、そういう時はもう水で作れるので、あ、ふやかせるんだ、はい、これで、はい、じゃあ今からね、また準備します。はい、今、うん、検証してる横でちょっと打ち込み投げてます。なぜかというと、今タマンダービーっていうのが行われてるんですよ、はいはい、それで前回優勝したから、うん、今回もちょっと優勝したいなって、うん、とりあえず1本今投げてます。投げてる。けどこれ、うん、実はタマン狙ってるんじゃなくて、はい、前回タマンで1位になったから次ガラで1位になりたいなってことで。 GT? GT。 あー、ここで GT 通るコースなんだ。わかんない、いるかすらわかんないですけど、うん、通りそうだなと思って一応投げてます。はい、ママが今から普通の餌を投げます。そうですね、まずは普通にやってみてどれぐらい餌取りが出るのかをちょっと見せたいと思います。はい、見えるかなカメラに。見て、うわうわうわ、やんば、やばくないこれ。え、サトル多すぎるのこれ。祭りだよねこれ、うん、これで餌を撒いてたら大きいのが寄ってくるってことですよね。餌、うん、ただ餌取りが邪魔する、うん、可能性もあるね。大きいのを呼んでくれる役割もあるけど、はい、邪魔をするっていうね。そう、やばいからこれ。やっぱ普通の餌、反応いいっすね、うん、見て、また来たよ。また来た、応援部隊。やば、スイーミー現る。皆さん、スイーミーもこれ、これにはあのにっこり。おわわわわわ、うわ、すごいな、一つの塊っすね、もう本当にね。けど、あれっすね、こんなにいたら、確かに大きい魚来てもわかんないっすね。わからない、餌取りなのか、もうメインなのか、どっちかがもうわからんくなってきた、うん、はい、バンバン取りましたね。さあ、なんださあ、上がってくるな、出ました、親ビッチャーです。餌取りっすね。やばい、こいつばっかり。見てください、これやば、動物園みたい。これ見てください、これ。そこにモナイ寄ってけたんの。あ、やばいやばい。上さん、モナイ寄ってけた。あ、やばい、うない。夏に向けたらまた、これの倍増えるんすよ。これからの時期大変っすよ。はい、あ、もう大丈夫。一頭来た。336、一頭。来た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 。なんでしょうか。親ビッチャーちゃんたちですね。今、僕そこに沈めたんすよ。うん、開始5秒。すぐでした。そこに着いたらすぐ釣れた。だから、表層、中層、底、うん、全部餌取りかもしれない。やばい、相当深刻っすね、この餌取りの量は。確かに、せめていい感じのイスズミとかアーガイとか、うん、深瀬対象魚が来たら検証できやすいんですけどね。検証開始するまでちょっと時間かかるね、うん、あ、けどまず散るかどうか見てみますか。じゃあ食べるかどうかが、食べるかどうか、okay、ちょっと見てみます。そうだね、見たいかも。行きます、みかん餌。はい、さあ、ま、お、やばいやばい、死にくる。事件、かんみつ系大好き。さあ、さあ、みかんはどうだ。やばい、みかん食いよった。みかん食いよったやばい。え、かんきつ系人気、人気でしょ、これ。これで人気ないわ、ありえんでしょ、これ。みかんにアタックしよったけど。え、何トレンド、ツイッターのトレンド入り入ったね。トレンド入れたの、これ、うん、あの、みかんうますぎ、わらたって、あの、魚界のツイッターに枯れそうだな。吉崎さん、検証結果、これすごいな。検証、その1、みかん、大好き。好き、うん、みかん、むしろ好物だった説について。確かに、まあ、巻き絵とね、やってるからなのか分からないですけど、嫌いかどうかっていうのは、ちょっと難しいですね。はい、ちょっとね、これみかんだけ、みかんだけ、うん、で、ちょっと匂いも出すために全部半分ちぎっていきましょうね、うん、じゃあいいぞ、さあどうだ。近寄ってはくる、うん、なんか違うなみたいな、うん、あ、なんか、あ、今 U ターンした。食わないやつ、食わないね。普通の一回みかん入り巻いてみる。みかん入り巻いてみよう、はい、あ、みかん入り食うな。入りは来ますね。あれか、混ぜられたら食うけど反対はいいやみたいな感じか。
そうかもしれない。カレーに入れたら食えるよみたいな感じ。バッキエ成分がついたらつく。まあけどみかんだけの部分ってちょっと避けるっていうのはあるので、みかんだけだったらね、うん、まあ、柑橘系がちょっと苦手っていうのは正解かもしれない、うん、ただ、はい、餌とミックスするとへっちゃらになるっていうね、はい、そうだね。だからまあ V9 は魚界のカレーですね。カレーだ。カレー、あ、合わせてくれる。だから多分ね、今魚界でも、はい、まあ、そんなに嫌いだったらもうカレーと、ま、混ぜちゃえばいいよみたいな感覚で、そんなに嫌いだったら V9 と混ぜちゃえよみたいなね、そういう風潮が巻き起こってるかもしれないですね。悔しい。悔しいな。はい、はい、ということでね、はい、麺は今湯切りしました。はい、硬さはどうなってるのか。お、バッチリですね。ここで早く、先に入れるの忘れました。はい、先に入れろ。確かに、うわ、辛そう。辛いぞこれ。きっとなんか見た目、僕的には難しいことはなさそうな。難しいことなさそう。うん、あ、なるほど。普通じゃんっていう、はい、これあるんすよ。ママ食べたことある？やばいよ、やばい。あ、佐藤君初めてですか？そうっす、僕初めてっすね。あ、だけど336さん食えるかもしれない。結構辛いの得意だから。激辛買おうと思った。うん、いっちゃっていいですか？いいよ。あ、こんなに、あ、これだけ、やばい。これだけ。お前火直したね。お前、あ、これぐらいだし。あ、これじゃあ味するから。味するから。これ皆さん、これ今見てくださいよ。これが魚の反応になるのかね。確かに、うん、あこれ目覚めますよね。いかん、これやばいよね。赤いやつだろ。これやばい、これやばい。これヨーグルトないと俺食えんかった。あーっしゃー。あとは魚の分も残してやらんとな。確かに俺が全部食ってしまうところだな、これ。俺危なかったな。これを作ろうって言った社員すごいっすよ。けどこの辛みは痛覚なんですね、痛み。うん、けど大きい魚っていうのはやっぱ塩とか、はい、トゲとか容赦なく食べてくるわけですよ。はい、この痛みにもきっと耐えるでしょう。ちっちゃい魚は逆に逃げてしまう、散って大きい魚だけが残るっていう理想郷がここにできるかもしれない。あら、うっ。おお、思いのほか地底は深刻。そう、深刻ですね。さあペヤング食っちゃるのか。あ、くるくるくる、来てる。来てるけど、ちょっと U ターンするかな。あ、避ける、避けた。あ、食った。食った？嘘。今口入れた。あのちっちゃいやつ置くの。あ、食った。食いそうだけどな、さっき言ったんだよ。食ったよね。食ってる。チャークイ。やば、シリク。やつきん。ちょっとわかんないんで、一応これ混ぜていいですか？全エキス入れていいですか？あ、いいよ、全エキス。ただ食ったら意味ない。食ったらできれば食ったら意味ある。食ってもいいんだけど、うん、魚も食えるっていう安心感あるけど、うん、ちっちゃいのは避けて大きいのが食ってほしかったな。はい、エキスたっぷり。さあここに集まっている。いけ、なんか、えい、えい、多分ちっちゃくしたら麺食うはず。シリク、え、好評。麺食うよ。そんなはずでは。麺食う、食う、うわ、食う、これさ食ってる、食ってる。え、好き、もしかして。めっちゃ食う、めっちゃ食う、めっちゃ食う。やばめっちゃ食う。やばくない、あれ。オキアミぐらい食う。オキアミみたい。オキアミ感覚で食ってるね。オキアミ感覚で食ってるの、これじゃ。英語はまで食い始めてるの。やばい。まさかの一番人気である。みかんよりみかん木がいいかも。なんで？食べやすいんだぞ、細長いから。もしかしてやば、はまってるな、これ辛さに。
やっぱ食欲そそる。めっちゃ食ってるけど。早いけど。シルクな。あのまさかの行列、うん、ペヤングもうなくなった。ペヤングなくなったよ。気持ちさ、え、外で多くなってない？なんか多く、おや、ペヤングやばくねこいつ。ペヤング人気、ここまで人気マジで、はい、皆さん、真実、はいはい、ここで発覚したことは、はい、お魚さんはもしかしたら、うん、激辛ペヤングファイナル大好きかもしれないということは、辛いのが好きかもしれない。人間からするとそれは、それを刺激っていうのは痛みになるんですけど、やっぱ魚痛覚ないって言われてるじゃないですか、うん、効かないのかもしれないね。ねえ、見て、なんなら磯積みまで出てきて出てきた。あれ本命出てきた。本命出てきた。本命が出てきた。やばい。ということでですね、今から検証は、うん、見て、イロブちゃんも食ってる。今から検証は、これで大物を釣ろうです。これで小物も大物もどっちも釣ろう。ペヤングが時代を作ってくれましたね。はい、ありがとう。すごいな。ありがとう、ペヤング。やばいな。うん、ちょっと今ペヤング食い寄ったんで、こちら針先にペヤングつけてみます。え、今までやったことある麺でない。これで一回じゃあやってみていいですか。どうも。待って、食った。お、食った。食い寄った。まさかペ、ペヤング、あのペヤング釣れるぞ。ペヤング、あの餌取りに大好評。持って、ペヤング入れたから、うん、極みみたいにヒュンっていきよった。あ、けどよ、待ってよ、この辛さにはまるってことは、うん、無性に食いたい食いたいって気持ちが高鳴って、うん、逆に、うん、釣れてる魚が食っちゃうかもしれない。あ、なるほど、食欲が、うん、食欲を増して。なるほどね。じゃあもうゾンビ化してる今、うん、多分、うん、負けにキムチの素を入れる時代が来る。では確かに。さあ、どんどんペヤングを今セットしております。うわ、また食い寄った。食い寄った。すげえ、見てくださいこれ、もうかなり超人気。うわ、食った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 、めっちゃ食う、やば。我々が苦手な激辛ペヤングファイナル、お魚さんたちにはイージーモードでした。すごいな。まあけどね、魚の活性がペヤング効果なのか時間帯なのか知らんけど上がってるんで、はい、ちょっと釣っていきますか。釣っていきましょう。はい、これで大物も来るかもしれないね。けどペヤングってちょっと気づいたことがある、はい、ペヤング食うのを手こずってるんですよ、うん、その間で本命は釣れるかも。まあ確かに。ブリブリの親ビッチャーですね。親ビッチャー、わし、この子ペヤング巻いてその上にやったら、うん、速攻釣れた。魚が逃げるのかなと思ったら、うん、本当にこんなにね活性上がると思わなくてね、私ちょっと予想外でした、うん、多分依頼者もね一番予想外だなって。いや、僕たちも予想外だよ本当に。やばいっすね。予想してなかったんじゃないですか、ね、今回ジグヤに並ぶのもそう遠くないかもしれない。ね、さっきね、オキアミだけでやった時は餌取りめちゃくちゃ賢かったんですけど、うん、今ねペヤング効果って本当に一瞬できますね。もう一回やってみていいですか。現場にはペヤングが今、ペヤングが今巻かれております。わあ。行くぜペヤング。さあどうだ。あ、来た。うわー、はいはい、荒ぶってるね。荒ぶってる。警戒心ゼロ。ペヤング来ました。あんだけ警戒してた魚たちがペヤング投入したことによってなぜか活性が上がる。でヒレ出して泳いでるから。ヒレ出してる。すごすぎる。えらいことだなこれ。もうわけわからないと思います。うん。時代にはついていけないですね。そうですね。激辛が好きっていうのはちょっと分かんなかったですね。うん、好きかどうかは分かんないですけど、今この子たちの中でペヤングがブームになってるのは間違いないですね。いやー、ちょっと面白いですね、釣りは。面白い。何が起こるか分からん。多分ね、普通の人だったらこんなんやったら魚逃げるよとか、うん、あの絶対怖いよっていう
声が絶対上がると思うんですけど、うん、これを覆す結果になる。覆す、うん、あやばっ、やば、瞬殺簡単に釣りますね。簡単ですね。この子たちって本当難しいんですよ、釣るのは。おっしゃー、あー、バンバン行った。お、大きいんじゃない。デージ曲がってる、デージ曲がってる。5組だ。あー、でかい。来た。うわー、引く。うわー、いやー、いいショー、来ました、バンバン来ました。おめでとう。いいサイズ。ペヤングのおかげだ。ペヤングのおかげ。イスズミ、いやいいサイズ。ナイスサイズ。さすがペヤング、文句なしです。ペヤング効果、いい仕事をしてくれました。なるほど。麺を食ってる間に本命が入ってきた。確かに。ペヤングの効果が散らすんじゃなくて集めさせて、餌取りを集める。あ、なるほど。集めて麺をもぐもぐ食ってる時に本命が来て、本命が食ってくる。オキアミとか食う。はい、じゃあこちらの魚はちょっと持ち帰りたいと思います。はい、はい、来た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 、よっしゃー、やばいやば。363ヒット。カモありますよ、こっち。あー、頑張れ頑張れ。うおー、見えてくるんじゃないか。うお、上がってこい。うおー、でかい。トカちゃー、でかい。おめでとうございます。死にでかい。いいサイズ。ナイスサイズ。これはですね、ペヤングのパンネルです。あら、はい、や、めっちゃ手がキリキリします。ペヤパン。ドカジャーです。ニセカンラーハギ。はい、おめでとうございます。はい、いい引きでした。ドラゴもね、グーって出て楽しかったですね。最高でした。ペヤング兄さん、ペヤニー、ペヤニー、ペヤング、ペヤニー、仕留めてください。お願いします。どういうこと。俺たちも一匹ずつ仕留めたんで、あとペアニーが、ペアニーが、ペアニーが仕留めれば完璧です。ペアニーで使えても困っちゃう。サルサルフット、来ました。サルできた。さんが釣り上げたの。なんでほら来ました。イラブチャーだ。おー、ブッチャー。イラブチャーさん来ました。さすがです。コーンできましたね。ペヤングマケイを巻いてその下に落として、そしたら釣れました。コーンにした理由は、うん、餌取り多すぎるんで、うん、ピンポイントでこのイラブチャーとか、うん、狙っていく、狙えるようにあのコーンをやってます。はい、はい、作戦がうまく見事、ね、はい、通じました。これも持ってきましょうね。うんうん、はい、はい、続きまして、よったけさん胴付きチャレンジですね。はい、僕が釣らないと帰れないということで、どうにか釣ります。はい、さあ、やばいやばい、いきますか。下にイスズミがいる。イスズミいる。あ、トカジャーだ、トカジャー。あ、トカジャーもいる。トカジャーもペヤングを食べに来た。ペヤムソ、ペヤムソ、よったけさんヒット。さあ、どうだ、なんだこれは。せーの、はい、よいしょー、来ました。やったい、やりましたね。あー、綺麗だね。ナイスアーガイ。アーガイちゃん、こいつ引き、たまらないっすよね。うん、落ちパクポンポンだったな。素晴らしい。この潮が止まった中でこれを活用して釣るっていうのはもう本当素晴らしいです。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます。これは持ち帰っても大丈夫。持ち帰って、はい。持ち帰りましょう。これ定常に投げよう。たけしが喜ぶと思います。はい。バンバン引いた。さあ来た。さあ上がってきたのは何ですか。なんだ。こちら。おー、イラブチャー。ずっと釣れる。コーンやばいっすね。綺麗なイラブチャーさんですね。アーガイとイラブチャーの間みたいな色、ね、すごいカラフル。はい、ということですね。無事終了ですね。終了しました。はい、はい、本来餌取りをなんとかしたいっていう感じだったんですけど、餌取りが嫌がりそうな、まあ、みかんだったりとか、はい、あと激辛ペヤング、なんとどちらも大好評。はい、はい、拍手でいいのか分かんないですけどね。オキアミと一緒ぐらいペヤングが人気だったのにはちょっとびっくりしました。びっくりしたね。あまりにつけるのが難しくて避けたりしよったんですけど、うん、多分綺麗につけれたら食ってたんじゃないかなって思いました、うん、じゃあペヤングの方にちょっと太めのやつをお願いします。確かに針よりちょっと太いぐらいだから、なんか麺ってよーく見たらあれだったんですよ、こんな感じになってて、うん、針刺したら先寄ったんですよ。平らなんだ。そうそうそう、先寄ったんですよ。まあけど
おかげさまで活性がめちゃくちゃ上がって、はい、全員ね満足する魚が釣れたので、ね、今回もバッチリですね。はい、はいはい、ということで今回ですね激辛ペヤングとみかんを使って魚が嫌がるはずだと思ったらまさかの爆笑でした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。